全国の鼻毛に悩む男性諸君こんにちは僕もその一人のその代表でございます。前回の動画でウニを食べまして、そのウニの動画でウニの針のような鼻毛が僕から出てましてあのね、めちゃくちゃ鼻毛が伸びやすいんですよ。すっごい長かった。めっちゃ長かった。本当に冗談抜きでウニの針こんぐらいあった。ちなみに俺の鼻毛最長記録は今でも覚えてるんだけど、大学生の時に本当にどれくらいだろう、こんぐらいです。本当にあのチーズアーモンドぐらいの長さの。チーズアーモンドの長さ直径の鼻毛が垂れたことあります。アーモンドのパリパリの部分も含むってこと？これどっから生えてるんだっていう感じの。もうこっからじゃん。なんか生えて、うん、中でこう曲がりまくってて、で抜いてみたらめっちゃ長かった。へー、すごい長さ。これはあかんです。僕もそれから年を取って、うん、あの奥さんもできまして、はい、ね、結婚しまして年を取りました。やっぱりね、身だしなみはちゃんとしとかないとそうだね。よく言われるんですよ、鼻毛が出てるよって。仕事をしてる時も、うん、私もね、鼻毛出てるなって思って見つけた時8割ぐらいはもう黙っときますいや、言ってください。それはそれぐらいしょっちゅう出てるからもうキリないから言ってほしいな。やだ、鼻毛出てんの。ということで、はい、こちらバーン、ゴス。おー、反射がすごい。これもなんか顔が怖い。怖いよパパーン。何ですかそれは。え、知らないんですか？ゴッソー。わかんない。知らないですか？うん、これはですね、ブラジリアワックスってあなたご存知ですか？何ですかそれ。ブラジリアワックス知らないですか？え、何ですかそれ他のもので例えてください。他のもので、あなた、だからまだ、なんだろう、ブラジリアワックス知らないんですか？知らないですよ。まあ、説明すると、はい、あの、ワックスなんですよ、固まる。まあね、このブラジリアンワックスを鼻にぶっ込むんですよ、バンって、ブンって。で、固まると毛がこうつくじゃん、毛がついたまま固まるじゃん。で、それを思いっきり引っこ抜くんですよ、バンって。見た。そしたらもう鼻の中もうすっきりふわっ。へー、もうスースーですよ、鼻毛一本もない。へー、全部でバチーン。そんな取れる？それをやります、ゴッソ。俺ね、一回やったことあるんです、過去。まあ、鼻毛取れましたよ。鼻水だるだる出てくる。最悪やん、最悪やん鼻がもうスースーで菌入るで、鼻毛抜いたら、うん、風邪ひくで、あなた体弱いんだから。確かにな。でもせっかく買ったし、やりたいな。大丈夫？大丈夫、大丈夫。まあ、すぐ生えますからゴッソやって1週間で俺またボーボーになりましたからめっちゃあるやん。そう、ゴッソ1個に対してこれが尋常じゃないぐらい入ってる。へえ、はい、入ってるものがですね、こちら、じゃん。これがゴッソの正体です。これビーズみたいなやつ。んー、ホワイトチョコみたいでしょ。うん、お米みたい。これホワイトチョコみたいな匂いするんですよ。へえ、うまよね。あれや、お菓子のさ、箱の匂い。箱、うん、お菓子じゃなくて、うん、ちょっとわかんないですけど。え、なぜお菓子入ってる箱あるやん。そう、これはね、食べちゃいけないですよ、気をつけてます、うん、このカップが入ってて、このカップの中に水を入れます。なるほど。助手さん、はい、お水をちょっと、はい、ちょっと入れてきてください。どこまで？うん、目のゴミ入ったわ。え、急に？鼻より目のゴミの方を取れるやつない？目ゴッソないの？まつげごと全部取れるよ急にゴミ入るな。入るね。ちょっとですよ、水を。ちょっと、こんぐらい水入れたら、うん、このカップをこうやってセットして、うん、ここにこれを注ぐと、うんうん、そこが見えなくなるぐらい。どうやって溶けるの？うん、ぐらいかな、うん、で、これをレンジでチン、うん、600ワットで4分です。はい。うちは500なので。あ、600だよ、うち。嘘、うん、いつも500でやってた。600だよ。いいレンジやな。1年ぐらい進んでるよね。そうじゃ、私。ずっと500でやってたの、今まで。やりすぎやったんや、いつも。いやー、ドキドキするわ。もうこの顔してやるわ、この顔。楽しそうやな、この人。この人楽しそうやろ。女の人でもさ、めっちゃ抜けるやな。これ、この人はゴッソすることが生きがいだから。そうな、うん、この人も
こそが毎週の生きがい。終わってんな。鼻筋にやるんですよ。鼻だけに。そうそうそう。鼻筋だ。これが本当の鼻筋。ああ、面白くない。いや。いや。今サイレントドゥーやらなかったというわけで完成しました。あちゃちゃちゃ、これをここにつけると、うんうん、これがご覧あれ。あちゃちゃちゃ、おらおらおら、あーすごい、このとろー、めっちゃとろーっとしたまさにホワイトチョコみたいな、これをその先端にこうぐわーってごっそごっそりつけてこうつけますと、うんうんうん、綺麗につくね。そうそうそう。でこれをこうこれつけすぎかな、わかんない、入るかな、鼻なのに。これ気をつけないといけないのが、暑いですから、うん、こうやって冷ますんですよ、うんうん、ある程度どんくらいで鼻に突っ込んでいいかわかんないね。初めて。いやいや、初めてじゃない。何回目か。ボーイ初めて。え、この店あ初めて。ちょっと言い方やめて。色気出して言わないでよ、初めて。ちょっとゴス初めて、ゴス。いい声で言わないで。締めある、ゴッソの締め。何ゴッソの締め。チェンジもできるの。チェンジできるの、ゴッソ。熱すぎて。何そのチェンジ。あ、やばい、固まりすぎた。え、あ、やば、固まっちゃった。失敗や。やばい、もう行こう、もう行こう。失敗。熱いんちゃう、熱いんちゃう。え、いや多分大丈夫、いきます。はい、熱いかな、あーつーってなるかな、突っ込んでくれ。くよいく。せーの、あっつー、あっつー、あっつー。大丈夫、あっつー、粘膜傷つけへん。いや大丈夫、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 ほかほか、ほかほかだ、心地いいぐらい。うん、心地いいぐらいだ。あー、よかったよかった。うん、ああ。おお、ああいいやん、いいやん。いや、これでしばらく放置します。うん、すごい、ほら、あ、いいね。この動画見たレディーガガがさ、次これをファッションに取り入れたりして。ガガ見てる。はい、鼻毛 TV。 はい、ジャパニーズ鼻毛 TV。 これ何歳、何歳じゃないよ、何年。僕は何歳に見えます。27歳。え、いつぐらいまであるの。何年って言った今。何年間それな。ボックスが完全に固まりましたら一気に引き抜きます。うーん、待ちましょう。はい、そういうチャレンジな。あ、これダメだ、危険だ。え、口で呼吸してて、口今止めちゃった。危な。どんどん乾いたと思って飲んだら口呼吸なのに息できなかった。飲めろ。口しか酸素のあれがないのに。これで死なんどてや。死にかけた、危ね。気をつけよ。 YouTuber ごそ中に死亡嫌やで。ごそ中にコーラ飲んで死亡。もういける気がする。ちょっと側面触ってみて、ここの硬くなってない。硬い、硬い。こっちは特にいけるかな。うん、抜くか。いくよ。え、抜く、いく。こっちの方が先かも。あ、蚊が、蚊が通ったぞ。逃した、逃した。気になる。いくぞ。うん、いくよ。うん、いくよ。うん、せーの。おい、切れちゃった。ごめん。いいね。思い切り言って、思い切り。思い切り言って、思い切り。思い切り使って。いくよ、いくよ、いくよ。せーの。はい、あーあーすごい、うわあーす、ほんとにごっそ。うわ、すげえ。うわ、つるつる。なーい。すげえ。すげえ。これ、見た人おるんちゃう。え、見た人。
人おるんちゃう？見たい人いる？うん、閲覧注意でやる？うんうんうん、5秒後に映しますって言ったら、ちょっと閲覧注意ですよ。見たい人だけ見てくださいよ。見たい人だけですよ。いきます、いきますよ。3、2、1、はい。うわー、すごいね。毛根まで見えます。あー、すげえ。抜けるんよ。俺のこっちの手なんな何このおしゃれ坊主、アイス食べるみたいなすごいね、このパッケージ全然大げさじゃないね。確かに、日本版ゴッソ。いくよ。え、いくよ。うん、せーの。あーあー、こっちの方が抜けたいうわー、すごいよ。ほんとだ、見ます。一応見る。見たいっていう変態さんのために変態さんのために言いますよ、あの閲覧注意です。3、2、1。うわ、やば。どんだけ鼻毛あったの。よかったね、マイベビー。さよなら。いつまでも帰ることなく、友達でいよう。もうこんな時間だ、帰ろ。あ、ちょっと待って、コンビニ寄ろうよ。この2つでパキッと割れるアイスをパキッ。はい、どうぞいらねえ というわけでコストしてみました。もう鼻がすごいです。これ綺麗。ほら、めっちゃ綺麗だ。ほんまや、なんもない。恥ずかしさとおさらば、これで やりました。はい、ただコストした直後は鼻毛がないからちょっとね、あのやりすぎには注意っていうのと、あんまりおすすめはしないですね。鼻毛ってやっぱりこう外部のね、悪いやつとかブロックする役割があるから、風邪ひいちゃうよ。そうそう、風邪ひきやすくなりますよ僕。